どうも、風間翔です。今日はですね、杉内投手コーチの指導法が半端なくいいということについてお話したいと思うんですけれども、杉内投手がですこの前ニュースでですね、四球は OK、 フォアボールをね怖がらずにね、打者との対戦を楽しんでこいということを選手に伝えたらしいんですけれども、基本的に、僕が選手の時2軍コーチに、教わったのは、とりあえずフォアボールはダメだ、まあストライク先行はねどっちみちいいことなんですけれども、ストライク先行でいけとかね、いろいろまあ縛りがある中で、ピッチングをやってきたんですけれども、そのね、フォアボールを出していい、ね、打者との対戦を楽しんでこいっていうことをね、試合前にね言われる言われないではだいぶねピッチャーのあの精神的メンタル的気持ち的にすごい楽なんですよ。例えばカウントがね 1-3 になってしまいました、 2-3 になってしまいました、フォアボールを出したらミーティングでああだこうだ言われるんだろうなっていうことをね、ピッチャーをね、犬のピッチャーはみんなそうやって思うんですよ。でそっから失点につながったらね、このフォアボールはもったいないとかね、そういうことをね、ああだこうだぐち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 ミーティング長い時間怒られるわけですよ。まあ2軍のピッチャーはねコントロールが悪いからこそ2軍にいるのであって、ピタピタにコントロールを抑えれるピッチャーがいたら、1軍で、バリバリ活躍してます。その中で杉内さんがなぜそういうことを言ったかっていうと、杉内さんは完全試合を1回逃してるんですよね。2013年だったかな、9回裏2アウトまで出した26人で来てて、あと1人を抑えれば完全試合というところが来てたんですけど、カウントが 2-3 になってしまいました。笠原だったら完全試合を狙いに、まあ大体ストライクゾーンアバウト真ん中ら辺に投げて完全試合を狙って打ち損じを狙う、お願いしますみたいな感じで投げると思うんですけど、杉内さんはそうじゃなくて、その当時はまあヒットを打たれてしまったらノーヒットノーランも完全試合もなくなってしまうということを思いながらコースギリギリ投げたんですよね。でまあ結果的には若干低めで外れてボールだったんですけど、その瞬間完全試合逃したんですけれども、次の打者を、しっかりとね、まあ全く同じコースだったんですけど、判定をねストライクと言ってもらい、ノーヒットノーランを達成したという、事例があるんですね。まあ何が言いたいかというと、そういうねフォアボールとか怖がらずに、もう自分が思い描いた想像通り投げて、それがダメだったらね、ブルペンとかね試合の中で修正していけばいいっていう考えだと思うんですよ。で本当に選手目線でそういうことを話してくれてるなと僕は思いました。自分がね2軍の選手で杉内ピッチングコーチだったらすごい伸び伸びできたと思います。まあ僕の当時の2軍コーチが悪いとかそういうわけじゃないんですけど、しっかりとあの1軍投げれるような投手を育ててもらいましたけれども、杉内さんだけのことを言ったら、そういうね選手目線でなかなかねフォアボールオッケーだよって言ってくれる投手コーチって本当にいないんですよ。まあ2軍のピッチャーはね本当伸び伸びできるんじゃないかと僕は思います。まああからさまのねとんでもないところを投げてフォアボールとかそういうことはダメでしょうけど、コースをしっかり狙ったフォアボールね、それこそ打者との駆け引き楽しんでこいという部分はそういうことなんじゃないかと思います。まあそのね僕も福岡出身で、杉内さんはソフトバンクホークス時代ですごいバリバリ活躍してて、まさかその人と一緒巨人時代ねプレーできるとは思ってもいませんでした。で本当に自分の中では憧れの存在で、ここにもユニフォームあるんですけど、どうしても杉内さんのユニフォームが欲しいということでね、ユニフォームにサインをくれるようなすごいいい先輩でした。私生活でもね気にしてくれて、最近飯行ってないな、あの近々ご飯行こうよとかね飲みに連れてくれたり、本当に、優しい先輩でした。そういうね目配り気配りができる先輩だからこそ、ピッチングコーチとしてね選手目線で話せて、ねこれからねジャイアンツのピッチャーはどんどん僕は良くなるんじゃないかと思いますので、そういうねコーチのね一言二言で選手のね結果とか全然変わってくるんですよね。自分が経験した中でね、なのでまあこれからも杉内ピッチングコーチのね、下でやる2軍の選手たちはもう杉内さんのことをねしっかり言うこと聞いたら絶対活躍できると思うので、頑張ってください。あと豆知識、なんていうんですかね、杉内さんの豆知識じゃないですけど、杉内さんはスライダーがすごい投手だったんですけれども、基本ピッチャーのスライダーっていうのは人差し指にかけて投げるんですよ、ボールをね。こういう感じかな、ボールがこれだったら人差し指にかけてこういう感じで投げるんですけど、あの人は、全力で、中指にかけてたらしいですね、力を。こういう感じで中指に力を入れてスライダーを投げてたということを僕は現役の時教えてもらいました。それではこれからも杉内さん頑張ってください。野球しようよ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよ。